いいよいよ天城峠に近づいたと思うころ雨脚が杉の密林を白く染めながらすさまじい速さで麓から私を追ってきた私は二十歳高等学校の堤帽をかぶり紺がすりの着物に袴を履き学生カバンを肩にかけていた一人伊豆の旅に出てから四日目のことだった修善寺温泉に一夜泊まり 湯ヶ島温泉にに夜泊まりそして鳳凰の高桁で天城を登ってきたのだった重なり合った山々や原生林や深い渓谷の秋に見とれながらも私は一つの期待に胸をときめかして道を急いでるのだったそのうちに大粒の雨が私を打ち始めた折れ曲がった急な坂道を駆け上った ようやく峠の北口の茶屋にたどり着いてほっとすると同時に私はその入り口で立ちすくんでしまったあまりに期待が見事に的中したからであるそこで旅芸人の一行が休んでいたのだ突っ立っている私を見た踊り子がすぐに自分の座布団を外して裏返しにそばへ置いた「ええ」とだけ言って 私はその上に腰を下ろした坂道を走った息切れと驚きとで「ありがとう」という言葉が喉に引っかかって出なかったのだ踊り子と間近に向かい合ったので私は慌ててたもとからタバコを取り出した踊り子がまた連れの女の前のたばこ盆を引き寄せて私に近くしてくれた やっぱり私は黙っていた踊り子は17くらいに見えた私にはわからない古風の不思議な形に大きく髪をゆっていたそれが卵型の凛々しい顔を非常に小さく見せながらも美しく調和していた髪を豊かに誇張して描いた廃止的な娘の絵姿のような感じだった 踊り子の連れは四十代の女が一人若い女が二人他に長岡温泉の宿屋の印番店を着た二十五六の男がいた私はそれまでにこの踊り子たちを二度見ているのだった最初は私が湯ヶ島へ来る途中修善寺へ行く彼女たちと湯川橋の近くで出会ったその時は 若い女が3人だったが踊り子は太鼓を下げていた私は振り返り振り返り眺めて旅情が自分の身についたと思ったそれから湯ヶ島の2日目の夜宿屋へ流してきた踊り子が玄関の板敷きで踊るのを私ははしご段の中途に腰を下ろして一心に見ていた あの日が修善寺で今夜が湯ヶ島なら明日は天城を南に越えて湯ヶの温泉へ行くのだろう天城七里の山道できっと追いつけるだろうそう空想して道を急いできたのだったが雨宿りの茶屋でぴったり落ち合ったものだから私はドギマギしてしまったのだまもなく茶屋のばあさんが私を別の部屋へ案内してくれた 平常用はないらしく、途上時がなかった。下をのぞくと、美しい谷が目の届かないほど深かった。私は肌に泡粒をこしらえ、カチカチと歯を鳴らして身震いした。茶を入れに来たばあさんに寒いと言うと、おや、旦那様、お濡れになっているじゃございませんか。こちらでしばらくおあたりなさいまし。 さあ、お召し物をお乾かしなさいまし」と手を取るようにして自分たちの居間へ誘ってくれたその部屋は炉が切ってあって障子を開けると強い火器が流れてきた私は敷居際に立って躊躇した水死人のように全身青ぶくれのじいさんが炉端にあぐらをかいているのだ 瞳まで黄色く腐ったような目を物憂げに私の方へ向けた身の回りに古手紙や紙袋の山を築いてその紙くずの中に埋もれていると言ってもよかった到底生き物と思えない山の回帰を眺めたまま私は棒立ちになっていたこんなお恥ずかしい姿をお見せいたしまして でもうちのじじいでございますからご心配なさいますな。お見苦しくても動けないのでございますからこのままで堪忍してやってくださいまし。そう断ってからばあさんが話したところによるとじいさんは長年中風を患って全身が不随になってしまっているのだそうだ。上の山は諸国から 中風の養生を教えてきた手紙や諸国から取り寄せた中風の薬の袋なのであるじいさんは峠を越える旅人から聞いたり新聞の広告を見たりするとその一つをも漏らさずに全国から中風の両方を聞き売薬を求めたのだそうだそしてそれらの手紙や紙袋を 一つも捨てずに身の回りに置いて眺めながら暮らしてきたのだそうだ長年の間にそれが古ぼけた保護の山を築いたのだそうだ私はばあさんに答える言葉もなくいろりの上にうつむいていた山を越える自動車が家を揺さぶった秋でもこんなに寒いそして間もなく雪に染まる峠を なぜこのじいさんはおりないのだろうと考えていた私の着物から湯気が立って頭が痛むほど火が強かったばあさんは店に出て旅芸人の女と話していた「そうかねこの前連れていた子がもうこんなになったのかい」「いいあんこになってお前さんも結構だよこんなにきれいになったのかね」 女の子は早いもんだよ小一時間たつと旅芸人たちが出発らしい物音が聞こえてきた私も落ち着いている場合ではないのだが胸騒ぎするばかりで立ち上がる勇気が出なかった旅慣れたといっても女の足だから10丁や20丁遅れたって一足りに追いつけると思いながら炉のそばでイライラしていた しかし踊り子たちがそばにいなくなるとかえって私の空想は解き放たれたように生き生きと踊り始めた彼らを送り出してきたばあさんに聞いたあの芸人は今夜どこで泊まるんでしょうあんなものどこで泊まるやらわかるものでございますか旦那様お客があればあり次第どこにだって泊まるんでございますよ 今夜の宿のの宿宛なんぞございますものか甚だしい軽蔑を含んだばあさんの言葉が「それならば踊り子を今夜は私の部屋に泊まらせるのだ」と思ったほど私を煽り立てた雨足が細くなって峰が明るんできた「もう10分も待てばきれいに晴れ上がるとしきりに引き止められたけれどもじっと座っていられなかった」 おじいさんお大事になさいよ。寒くなりますからね。と私は心から言って立ち上がった。じいさんは黄色い目を重そうに動かしてかすかにうなずいた。旦那様旦那様と叫びながらばあさんが追っかけてきた。こんなに頂い,いてはもったいのうございます。申し訳ございません。 そして私のカバンを抱きかかえて渡そうとせずにいくら断ってもその辺まで送ると言って承知しなかった一丁ばかりもちょこちょこついてきて同じことを繰り返していた「もったいのございますお粗末いたしましたお顔をよく覚えております今度お通りの時にお礼をいたしますこの次もきっとお立ち寄りくださいまし」 お忘れはいたしません。私は50銭銀貨を1枚置いただけだったので痛く驚いて涙がこぼれそうに感じているのだったが踊り子に早く追いつきたいものだからばあさんのよろよろした足取りが迷惑でもあったとうとう峠のトンネルまで来てしまった「どうもありがとう」「おじいさんが1人だから帰ってあげてください」と私が言うと ばあさんはやっとのことでカバンを離した暗いトンネルに入ると冷たいしずくがポタポタ落ちていた南伊豆への出口が前方に小さく明るんでいたトンネルの出口から白塗りの柵に片側を縫われた 峠道が稲妻のように流れていたこの模型のような展望の裾の方に芸人たちの姿が見えた六丁といかないうちに私は彼らの一行に追いついたしかし急に歩調を緩めることもできないので私は冷淡な風に女たちを追い越してしまった十0軒ほど先に一人歩いていた男が 私を見ると立ち止ままったたがいいいですねいいい塩梅に晴れました私はほっとして男と並んで歩き始めた男は次々にいろんなことを私に聞いた二人が話し出したのを見て後ろから女たちがバタバタ走り寄ってきた男は大きい柳氷を背負っていた 女は子犬を抱いていてた。上の娘が風呂敷包み中の娘が柳氷それぞれ大きい荷物を持っていた踊り子は太鼓とその枠を覆っていた四十女もぼつぼつ私に話しかけた「高等学校の学生さんよ」と上の娘が踊り子にささやいた。 私がが振り返ると笑いながら言った。「そうでしょうそれくらいのことは知っています島へ学生さんが来ますもの」一行は大島のハブの港の人たちだった「春に島を出てから旅を続けているのだが寒くなるし冬の用意はしてこないので下田に10日ほどいて伊東温泉から島へ帰るのだ」と言った。 大島と聞くと私は一層詩を感じてまた踊り子の美しい髪を眺めた大島のことをいろいろ尋ねた学生さんがたくさん泳ぎに来るねと踊り子が連れの女に言った夏でしょと私が振り向くと踊り子はどぎまぎして冬でもと小声で答えたように思われた 冬でも踊り子はやはり連れの女を見て笑った。冬でも泳げるんですかと私がもう一度言うと踊り子は赤くなって非常に真面目な顔をしながら軽くうなずいた。バカだこの子はと四十女が笑った。湯河のまでは 川津川の渓谷に沿うて三里余りの下りだった峠を越えてからは山や空の色までが南国らしく感じられた私と男とは絶えず話し続けてすっかり親しくなったおぎのりや梨本などの小さい村里を過ぎて湯河野のわら屋根が麓に見えるようになった頃 私は下田まで一緒に旅をしたいと思い切って言った彼は大変喜んだ湯河野のキッチン宿の前で四十女が「ではお別れ」という顔をした時に彼は言ってくれた「この方はお連れになりたいとおっしゃるんだよそれはそれは旅は道連れ世は情け」 私たちのようなつまらないものでも五体屈しのぎにはなりますよ。まあ上がっておやすみなさいまし」と無造作に答えた娘たちは一時に私を見たが至極何でもないという顔で黙って少し恥ずかしそうに私を眺めていた皆と一緒に宿屋の2階へ上がって荷物を下ろした 畳や襖も古びて汚かった。踊り子が下から茶を運んできた私の前に座ると真っ赤になりながら手をブルブル震わせるので茶碗が茶卓から落ちかかり落とすまいと畳に置く拍子に茶をこぼしてしまったあまりにひどいはにかみ用なので私はあっけに取られたまあやらしいこの子はよ気づいたんだよ あれあれ、と四十女が呆れ果てたというふうに眉をひそめて手ぬぐいを投げた踊り子はそれを拾って窮屈そうに畳を拭いたこの意外な言葉で私はふと自分をりみた峠のおばあさんに煽り立てられた空想がポキンと折れるのを感じた そのうちに突然四十女が「書生さんのこんがすりは本当にいいね」と言ってしげしげ私を眺めた「この方のかすりはタミジとおんなじ柄だね」「ねえそうだねおんなじ柄じゃないかね」そばの女に幾度もだめを押してから私に言った「国に学校行きの子供を残してあるんですが」 その子を今思い出しましてね。その子のかすりと同じなんですもの。この説は、根がすりもお高くて、本当に困ってしまう。どこの学校です尋常五年なんです。へえ、尋常五年とは、どうも。甲府の学校へ行っているんでございますよ。長く大島におりますけれど、 国はの甲府でございましてね1時間ほど休んでから男が私を別の温泉宿へ案内してくれたそれまでは私も芸人たちと同じキッチン宿に泊まることとばかり思っていたのだった私たちは街道から石ころ道や石段を一丁ばかり降りて小川のほとりにある郷土湯の横を橋を渡った 橋の向こうは温泉宿の庭だったそこの宇宙に浸かっていると後から男が入ってきた自分が二十四になることや女房が二度とも流山と宗山とで子供を死なせたことなどを話した彼は長岡温泉の印番店を着ているので長岡の人間だと私は思っていたのだった また顔つきも話しぶりも相当知識的なところから物好きか芸人の娘に惚れたかで荷物を持ってやりながらついてきているのだと想像していた湯から上がると私はすぐに昼飯を食べた湯ヶ島を朝の8時に出たのだったがその時はまだ3時前だった男が帰りがけに 庭から私を見上げて挨拶をした。これで柿でもお上がりなさい。2階から失礼。と言って私は金包みを投げた。男は断って行き過ぎようとしたが庭に紙包みが落ちたままなので引き返してそれを拾うと「こんなことをなさっちゃいけません」と放り上げた。それが藁屋根の上に落ちた。私がもう一度投げると。 男は持っって帰った夕暮れからひどい雨になった山々の姿が遠近を失って白く染まり前の小川がみるみる黄色く濁って音を高めたこんな雨では踊り子たちが流してくることもあるまいと思いながら私はじっと座っていられないので二度も三度も湯に入ってみたりしていた。 部屋は薄暗かった。隣室との間の襖を四角く切り抜いたところに鴨居から電灯が下がっていて一つの明かりが二室兼用になっているのだったトトントントン激しい雨の音の遠くに太鼓の響きがかすかに生まれた私はかき破るように雨戸を開けて体を乗り出した 太鼓の音が近づいてくるようだ雨風が私の頭を叩いた私は目を閉じて耳を澄ましながら太鼓がどこをどう歩いてここへ来るかを知ろうとした間もなく三味線の音が聞こえた女の長い叫び声が聞こえたにぎやかな笑い声が聞こえたそして芸人たちはキッチン宿と向かい合った料理屋の お座敷に呼ばれているのだと分かった。二三人の女の声と三四人の男の声とが聞き分けられた。そこが済めばこちらへ流してくるのだろうと待っていた。しかしその主演は陽気を越えてバカ騒ぎになっていくらしい。女の金切り声が時々稲妻のように闇夜に鋭く通った。 私は神経を尖らせていつまでも戸を開けたままじっと座っていた太鼓の音が聞こえるたびに胸がほっとわかるんだ「ああ踊り子はまだ縁石に座っていたのだ座って太鼓を打っているのだ太鼓が止むとたまらなかった雨の音の底に私は沈み込んでしまったやがて 皆が追っかけっこをしているのか踊り回っているのか乱れた足音がしばらく続いたそしてピタッと静まり返ってしまった私は目を光らせたこの静けさが何であるかを闇を通して見ようとした踊り子の今夜が汚れるのであろうかと悩ましかった 雨戸を閉じて床に入っても胸が苦しかったまた湯に入った湯を荒々しくかき回した雨が上がって月が出た雨に現れた秋の夜がさえざえとわかるんだ裸足で湯殿を抜け出していったってどうともできないのだと思った2時を過ぎていた る朝の9時過ぎにもう男が私の宿に訪ねてきた起きたばかりの私は彼を誘って湯に行った美しく晴れ渡った南伊豆の小春日和で水かさの増した小川が湯殿の下に暖かく日を受けていた自分にも昨夜の悩ましさが夢のように感じられるのだったが私は男に行ってみた昨夜は だいぶ遅くまでにぎやかでしたね。何聞こえましたか聞こえましたとも。この土地の人なんですよ。土地の人はバカ騒ぎをするばかりでどうも面白くありません。彼があまりに何気ないふうなので私は黙ってしまった。向こうのお湯にあいつらが来ています。ほれこちらを見つけたと見えて笑ってやがる。 彼に指さされて私は川向こうの共同湯の方を見た湯気の中に七八人の裸体がぼんやり浮かんでいたほの暗い湯殿の奥から突然裸の女が走り出してきたかと思うと脱衣所の突っ放に川岸へ飛び降りそうな格好で立ち両手をいっぱいに伸ばして何か叫んでいる手ぬぐいもない真っ裸だ それが踊り子だった若りのように足のよく伸びた白い羅針を眺めて私は心に清水を感じほーっと深いため息を吐いてからことこと笑った子供なんだ私たちを見つけた喜びで真っ裸のまま日の光の中に飛び出しつま先で精いっぱいに伸び上がるほどに子供なんだ 私は朗らかな喜びでコトコトと笑い続けた頭が拭われたように澄んできた微笑みがいつまでも止まらなかった踊り子の髪が豊かすぎるので十七八に見えていたのだその上娘盛りのように装わせてあるので私はとんでもない思い違いをしていたのだ 男と一緒に私の部屋に帰っていると間もなく上の娘が宿の庭へ来て菊畑を見ていた踊り子が橋を半分ほど渡っていた四十女が共同湯を出て二人の方を見た踊り子はキュッと肩をすぼめながら「叱られるから帰ります」というふうに笑って見せて急ぎ足に引き返した。 主獣女が橋まで来て声をかけたお「お遊びにいらっしゃいまし」「お遊びにいらっしゃいまし」上の娘も同じことを言って女たちは帰っていった男はとうとう夕方まで座り込んでいた夜紙類を下ろして回る行商人と碁を打っていると宿の庭に突然太鼓の音が聞こえた 私は立ち上がろうとした。流しが来ました。うんうん、つまらない、あんなもの。さあさあ、あなたの手ですよ。私ここへ打ちましたと、五番をつつきながら神谷は勝負に夢中だった。私はそわそわしているうちに、芸人たちはもう帰り道らしく、男が庭から、こんばんは、と声をかけた。 私は廊下に出て手招きした芸人たちは庭でちょっとささやきあってから玄関へ回った男の後から娘が三人順々に「こんばんは」と廊下に手をついて芸者のようにお辞儀をした五番の上では急に私の配色が見えだした「これじゃあ仕方ありません」「投げですよ」「そんなことがあるもんですか」 私の方が悪いでしょう。どっちにしても細かいです神谷は芸人の方を見向きもせずに碁盤の目を一つ一つ数えてからますます注意深く打っていった女たちは太鼓や三味線を部屋の隅に片付けると将棋盤の上で五目並べを始めたそのうちに私は飼っていた碁を負けてしまったのだが 神谷はいかがですもう,一席もう一席願いましょうとしつこくせがんだしかし私が意味もなく笑っているばかりなので神谷は諦めて立ち上がった娘たちが五番の近くへ出てきた今夜はまだこれからどこかへ回るんですか回るんですがと男は娘たちの方を見たどうしよう 今夜はもうよしにして遊ばせていただくか嬉しいね嬉しいね叱られやしませんか何それに歩いたってどうせお客がないんですそして五目並べ謎をしながら十二時過ぎまで遊んでいった踊り子が帰ったあとはとても眠れそうもなく頭がさえざえしているので私は廊下に出て呼んでみた 神谷さん神谷さん、よおと六十近いじいさんが部屋から飛び出し勇み立っていった今夜は徹夜ですぞ打ち明かすんですぞ私もまた非常に好戦的な気持ちだったその次の朝八時が 湯のの出発の約束だった私は共同湯の横で買った鳥打ち棒をかぶり高等学校の堤防をカバンの奥に押し込んでしまって街道沿いのキッチン宿へ行った2階の図書室がすっかり開け放たれているので何の気なしに上がってゆくと芸人たちはまだ床の中にいるのだった私は面食らって廊下に突っ立っていた 私の足元の寝床で踊り子が真っ赤になりながら寮の手のひらではと顔を押さえてしまった彼女は中の娘と一つの床に寝ていた昨夜の濃い化粧が残っていた唇とまなじりの紅が少しにじんでいたこの情緒的な寝姿が私の胸を染めた彼女はまぶしそうにくるりと寝返りして 手のひらで顔を隠したまま布団を滑り出ると廊下に座り昨晩はありがとうございましたときれいなお辞儀をして立ったままの私をまごつかせた男は上の娘と同じとこに寝ていたそれを見るまで私は2人が夫婦であることをちっとも知らなかったのだ大変すみませんのですよ 今日立つつもりでしたけれど、今晩お座敷がありそうでございますから、私たちは一日延ばしてみることにいたしました。どうしても今日お立ちになるなら、また下田でお目にかかりますわ。私たちは公州屋という宿屋に決めておりますから、すぐお分かりになります。と、四十女が寝床から半ば起き上がっていった。私は突っ 引っ放されたたように感じた「明日にしていただけませんかお袋が一日のバスって承知しないもんですからね。道連れのある方がよろしいですよ。明日一緒に参りましょう。」と男が言うと四終女も付け加えた。「そうなさいましよ。せっかくお連れになっていただいてこんなわがままを申しちゃすみませんけれど。 明日は槍が降っても立ちます。明後日が旅で死んだ赤ん坊の四十九日でございましてね四十九日には心ばかりのことを下田でしてやりたいと前々から思ってその日までに下田へ行けるように旅を急いだのでございますよそんなことを申しちゃ失礼ですけれど不思議なご縁ですもの明後日はちょっと拝んでやってくださいました そこで私は出立を延ばすことにして海外へ降りた皆が起きてくるのを待ちながら汚い帳場で宿の者と話していると男が散歩に誘った街道を少し南へ行くときれいな橋があった橋の欄干に寄りかかって彼はまた身の上話を始めた東京で ある心配役者の群れにしばらく加わっていたとのことだった今でも時々大島の港で芝居をするのだそうだ彼らの荷物の風呂敷から刀の鞘が足のようにはみ出していたのだったがお座敷でも芝居の真似をしてみせるのだと言った柳氷の中はその衣装や鍋茶碗などの書体道具なのである 私は身を誤った果てに落ちぶれてしまいましたが、兄が甲府で立派に家の跡目を立てていてくれます。だから私は、まあ、いらない体なんです。私はあなたが長岡温泉の人だとばかり思っていましたよ。あそうでしたか。あの上の娘が女房ですよ。あなたより一つ下、十九でしてね。旅の空で、 二度目の子供を早産しちまって子供は1週間ほどして息が絶えるし女房はまだ体がしっかりしないんですあのばあさんは女房の実のおふくろなんです踊り子は私の実の妹ですがへえ重死になる妹があるっていうのはあいつですよ妹にだけはこんなことをさせたくないと思い詰めていますが そこにはまたいろんな事情がありましてねそれから自分が栄吉女房が千代子妹が薫ということなどを教えてくれたもう一人の百合子という十七の娘だけが大島生まれで雇いだとのことだった栄吉はひどく感傷的になって泣き出しそうな顔をしながら為替を見つめていた引き返してくると おしろいを洗い落とした踊り子が道端にうずくまって犬の頭をなでていた私は自分の宿に帰ろうとしていった遊びにいらっしゃいええでも一人ではだから兄さんとすぐに行きます間もなく栄吉が私の宿へ来た皆は女どもはおふくろがやかましいのでしかし 二人がしばらく五目並べをやっていると、女たちが橋を渡ってどんどん二階へ上がってきた。いつものように丁寧なお辞儀をして廊下に座ったままためらっていたが、一番に千代子が立ち上がった。これは私の部屋よ。さあどうぞご遠慮なしにお通りください。一時間ほど遊んで、芸人たちはこの宿の内湯へ行った。 一緒に入ろうとしきりに誘われたが若い女が3人もいるので私は後から行くとごまかしてしまったすると踊り子が一人すぐに上がってきた「肩を流してあげますからいらっしゃいませって姉さんが」と千代子の言葉を伝えた湯には行かずに私は踊り子と五目を並べた彼女は不思議に強かった 勝ち継ぎをやると栄吉や他の女はぞうそなく負けるのだった五目では大抵の人に勝つ私が力いっぱいだったわざと甘い石を打ってやらなくてもいいのが気持ちよかった二人きりだから初めのうち彼女は遠くの方から手を伸ばして石を下ろしていたがだんだん我を忘れて一心に五番の上へ覆いかぶさってきた。 自然なほど美しい黒髪が私の胸に触れそうになった突然、ぱっと赤くなってごめんなさい叱られると石を投げ出したまま飛び出していった共同湯の前におふくろが立っていたのである千代子と百合子も慌てて湯から上がると2階へは上がってこずに逃げて帰ったこの日も 栄吉は朝から夕方まで私の宿に遊んでいた純木で親切らしい宿の女将さんが「あんなものにご飯を出すのはもったいない」と言って私に忠告した夜私がキチン宿に出向いてゆくと踊り子はおふくろに三味線を習っているところだった私を見るとやめてしまったがおふくろの言葉でまた三味線を抱き上げた 歌う声が少し高くなるたびにおふくろが言った声を大しちゃいけないっていうのに英吉は向かい側の料理屋の2階座敷に呼ばれて何かうなっているのがこちらから見えたあれは何ですあれ歌いですよ歌いは変だな八百屋だから何をやりだすか分かりやしません そこへこのキッチン宿の間を借りて鳥屋をしているという四十前後の男が襖を開けてごちそうすると娘たちを呼んだ踊り子は百合子と一緒に箸を持って隣の前行き鳥屋が食べ荒らした後の鳥鍋をつついていたこちらの部屋へ一緒に立ってくる途中で鳥屋が踊り子の肩を軽くたたいたおふくろが恐ろしい顔をした「こら この子に触っておくれなないよ。木娘なんだからね。踊り子は「おじさんおじさん」と言いながら鳥屋に水戸黄門万有記を読んでくれと頼んだしかし鳥屋はすぐに立っていった続きを読んでくれと私に直接言えないのでお袋から頼んでほしいようなことを踊り子がしきりに言った私は一つの期待を持って講談本を取り上げた 果たして踊り子がスルスルと近寄ってきた私が読み出すと彼女は私の肩に触るほどに顔を寄せて真剣な表情をしながら目をキラキラ輝かせて一心に私の額を見つめ瞬き一つしなかったこれは彼女が本を読んでもらう時の癖らしかったさっきも鳥屋とほとんど顔を重ねていた 私はそれを見ていたた。のだったこの美しく光る黒目がちの大きい目は踊り子の一番美しい持ち物だった二重まぶたの線が言いようなくきれいだったそれから彼女は鼻のように笑うのだった鼻のように笑うという言葉が彼女には本当だったまもなく料理屋の女中が 踊り子を迎えに来た。踊り子は衣装を着けて私に言った「すぐ戻ってきますから待っていて続きを読んでくださいね」「それから廊下に出て手をついた」「行ってまいります」「決して歌うんじゃないよ」とおふくろが言うと彼女は太鼓を下げて軽くうなずいたおふくろは私を振り向いた 今ちょうど声変わりなんですから踊り子は料理屋の二階にきちんと座って太鼓を打っていたその後ろ姿が隣座敷のことのように見えた太鼓の音は私の心を晴れやかに踊らせた太鼓が入るとお座敷が浮き立ちますねとおも向こうを見た千代子も百合子も 同じ座敷へ行った一時間ほどすると四人一緒に帰ってきた「これだけ」と踊り子は握り拳からお袋の手のひらへ五十銭銀貨をザラザラ落とした私はまたしばらく水戸黄門万有記を購読した彼らはまた旅で死んだ子供の話をした水のように透き通った赤ん坊が 生まれたのだそうである泣く力もなかったがそれでも1週間息があったそうである好奇心もなく軽蔑も含まない彼らが旅芸人という種類の人間であることを忘れてしまったような私の尋常な行為は彼らの胸にも染み込んでいくらしかった私はいつの間にか大島の彼らの家へ行くことに決まってしまっていた じいさんのいる家ならいいねあそこなら広いしじいさんを追い出しとけば静かだからいつまでいなさってもいいし勉強もおできなさるしなぞと彼ら同士で話し合っては私に言った小さい家を二つ持っておりましてね山の方の家は空いているようなものですものまた正月には 私が手伝ってやってハブの港で皆が芝居をすることになっていた彼らの旅心は最初私が考えていたほどせちがらいものでなくのの匂いを失わない呑気なものであることも私に分かってきた親子兄弟であるだけにそれぞれ肉親らしい愛情でつながり合っていることも感じられた 宿のゆり子だけははにかみ盛りだからでもあるがいつも私の前でむっつりしていた夜半を過ぎてから私はきちん宿を出た娘たちが送って出た踊り子が下駄を直してくれた踊り子は門口から首を出して明るい空を眺めたあ,あお月様 『あかんぼうの四十九日をしておっかさんに串を買ってもらってそれからいろんなことがありますのよ活動へ連れていってくださいましね』『下田の港は伊豆相模の温泉場などを流して歩く旅芸人が旅の空での故郷として懐かしがるような空気の漂った町なのである』」。 芸人たちはそれぞれに天城を越えた時と同じ荷物を持ったおふくろの腕の輪に子犬が前足を乗せて旅慣れた顔をしていた湯河野を出外れるとまた山に入った海の上の朝日が山の腹を温めていた私たちは朝日の方を眺めた河津川の行く手に 川津の浜が明るく開けていた「あれが大島なんですね」「あんなに大きく見えるんですものいらっしゃいましね」と踊り子が言った秋空が晴れすぎたためか日に近い海は春のように霞んでいたここから下田まで五里歩くのだったしばらくの間 海が見え隠れしていた千代子はのんびりと歌を歌い出した途中で少し険しいが二十丁ばかり近い山越えの感道を行くか楽な本海道を行くかと言われたときに私はもちろん近道を選んだ落ち葉で滑りそうな胸突き上がりの越した道だった 息が苦しいものだからかえって焼け半分に私はひだ頭を手のひらで突き伸ばすようにして足を速めた。見る見るうちに一行は遅れてしまって話し声だけが木の中から聞こえるようになった踊り子が一人裾を高く上げてと,とっとっと私についてくるのだった。 1一軒ほど後ろを歩いてその感覚を縮めようとも伸ばそうともしなかった私が振り返って話しかけると驚いたように微笑みながら立ち止まって返事をする踊り子が話しかけた時に追いつかせるつもりで待っていると彼女はやはり足を止めてしまって私が歩き出すまで歩かない道が折れ曲がって一層険しくなる辺りから ますます足を急がせると踊り子は相変わらず一軒後ろを一心に登ってくる山は静かだった他の者たちはずっと遅れて話し声も聞こえなくなっていた「東京のどこに家があります?」いや学校の寄宿舎にいるんです私も東京は知ってますお花見自分に 踊りに行って、小さい時で何にも覚えていませんそれからまた踊り子は「お父さんありますか?」とか「甲府へ行ったことありますか?」とかポツリポツリいろんなことを聞いた下田へ着けば活動を見ることや死んだ赤ん坊のことなどを話した山の頂上へ出た 踊り子は枯れ草の中の腰掛けに太鼓を下ろすとハンカチで汗を拭いたそして自分の足の埃を払おうとしたがふと私の足元にしゃがんで袴の裾を払ってくれた私が急に身を引いたものだから踊り子はコツンと膝を落としたかがんだまま私の身の周りをはたいて回ってから 上げていたすそをおろして大きい息をしてたっているわたしにおかけなさいましといったこしかけのすぐよこへことりのむれがわたってきたとりがとまるえだのかれはがかさかさなるほどしずかだったどうしてあんなにはやくおわるきになりますのおどりこはあつそうだった 私が指でペンペンと太鼓をたたくと小鳥が飛び立った「ああ水が飲みたい」「見てきましょうね」しかし踊り子は間もなく黄ばんだ臓器の間からむなしく帰ってきた大島にいる時は何をしているんです」すると踊り子は 唐突に女の名前を二つ三つ挙げて、私に見当のつかない話を始めた大島ではなくて甲府の話らしかった尋常2年まで通った小学校の友達のことらしかったそれを思い出すままに話すのだった10分ほど待つと若い3人が頂上にたどり着いた おふくろはそれからまた10分遅れて着いた。下りは私と栄吉とがわざと遅れてゆっくり話しながら出発した。二丁ばかり歩くと下から踊り子が走ってきた。この下に泉があるんです。大急ぎでいらしてくださいって飲まずに待っていますから。水と聞いて私は走った。 木陰の岩の間から清水が湧いていた泉のぐるりに女たちが立っていた「さあお酒にお飲みなさいまし手を入れると濁るし女の後は汚いだろうと思って」とおふくろが言った私は冷たい水を手にすくって飲んだ女たちは容易にそこを離れなかった 手ぬぐいを絞って汗を落としたりしたその山を下りて下田街道に出ると炭焼きの煙がいくつも見えた路傍の材木に腰を下ろして休んだ踊り子は道にしゃがみながら桃色の串で犬のむくげをすいてやっていた歯が折れるじゃないかとおふくろがたしなめたいいの 下田で新しいのを買うもの湯河野にいる時から私はこの前髪に刺した櫛をもらっていくつもりだったので犬の毛をすくのはいけないと思った道の向こう側にたくさんある篠岳の束を見てついにちょうどいいなぞと話しながら私と英吉とは一足先に立った踊り子が走って追っかけてきた 自分の背より長い太い竹を持っていた。どうするんだと栄吉が聞くと、ちょっとまごつきながら私に竹を突きつけた。ついにあげます。一番太いのを抜いてきた。だめだよ。太いのは盗んだとすぐに分かって。見られると悪いじゃないか。返してこい。踊り子は竹束のところまで引き返すと、 またた走ってきた今度は中指くらいの太さの竹を私にくれたそして他のあぜに背中を打ちつけるように倒れかかって苦しそうな息をしながら女たちを待っていた私と英吉とは絶えず五六軒先を歩いていた「それは抜いて金歯を入れさえすれば何でもないわ」と踊り子の声がふと私の耳に入ったので 振り返ってみると踊り子は千代子と並んで歩きおふくろと百合子とがそれに少し遅れていた私の振り返ったのを気づかないらしく千代子が言ったそれはそうそう知らしてあげたらと私の噂らしい千代子が私の歯並びの悪いことを言ったので踊り子が金馬を持ち出したのだろう 顔の話らしいが、それが苦にもならないし、聞き耳を立てる気にもならないほどに、私は親しい気持ちになっているのだった。しばらく低い声が続いてから、踊り子の言うのが聞こえた。いい人ね。それはそう。いい人らしい。本当にいい人ね。いい人はいいね。この物言いは、 単純で開けっぱなしな響きを持っていた感情の傾きをポイッと幼く投げ出して見せた声だった私自身にも自分をいい人だと素直に感じることができた晴れ晴れと目を上げて明るい山々を眺めたまぶたの裏がかすかにいたんだ 二十歳の私は自分の性質が小じこんじょうでゆがんでいると厳しい反省を重ねその息苦しい憂鬱に耐えきれないで伊豆の旅に出てきているのだっただから世間尋常の意味で自分がいい人に見えることは言いようなくありがたいのだった山々の明るいのは下田の海が近づいたからだった 私はさっきの竹の杖を振り回しながら秋草の頭を切った途中ところどころの村の入り口に立て札があった「物乞い旅芸人村に入るべからず」「甲州屋というキッチン宿は下田の北口を入るとすぐだった」 私は芸人たちの後から屋根裏のような2階へ通った天井がなく街道に向かった窓際に座ると屋根裏が頭に使えるのだった「肩は痛くないかい?と」とおふくろは踊り子に幾度もダメを押していた「手は痛くないかい踊り子は太鼓を打つ時の美しい手真似をしてみた」 痛くない。打てるね「打てるね打てるね」「まあよかったね」私は太鼓を下げてみた「おや重いんだなそれはあなたの持っているより重いわあなたのカバンより重いわ」と踊り子が笑った芸人たちは同じ宿の人々とにぎやかに挨拶を交わしていた やはり芸人や野志のような連中ばかりだった下田の港はこんな渡り鳥の巣であるらしかった踊り子はちょこちょこ部屋へ入ってきた宿の子供にどうかをやっていた私が公衆屋を出ようとすると踊り子は玄関に先回りしていて下駄をそろえてくれながら「活動に連れていってくださいね」 また独来言のような男に途中まで道を案内してもらって私と栄吉とは前町長が主人だという宿屋へ行った湯に入って栄吉と一緒に新しい魚の昼飯を食った「これで明日の法事に花でも買って備えてください」そう言って わずかばかりの包み金を英吉に持たせて返した私は明日の朝の船で東京に帰らなければならないのだった旅費がもうなくなっているのだ学校の都合があると言ったので芸人たちも強いて止めることはできなかった昼飯から3時間と経たないうちに夕飯を済ませて 私は一人下田の北へ橋を渡った下田富士によじ登って港を眺めた帰りに甲州屋へ寄ってみると芸人たちは鳥鍋で飯を食っているところだった一口でも召し上がってくださいませんか女が箸を入れて汚いけれども笑い話の種になりますよとおふくろは氷から 茶碗と箸を出して百合子に洗ってこさせた「明日が赤ん坊の四十九日だからせめてもう一日だけ出達を延ばしてくれと」とまたしても皆が言ったが私は学校を盾にとって承知しなかったおふくろは繰り返し言った「それじゃあ冬休みには皆で船まで迎えに行きますよ」 気を知らせてくださいましね。「お待ちしておりますよ。宿屋へなんぞいらっしゃいやですよ。船まで迎えに行きますよ。」部屋に千代子と百合子しかいなくなった時活動に誘うと千代子は腹を押さえてみせて「体が悪いんですものあんなに歩くと弱ってしまって」と青い顔でぐったりしていた。 ゆり子は固くなっっててうつむいてしまった。踊り子は開花で宿の子供と遊んでいた私を見るとおふくろにすがりついて活動に行かせてくれとせがんでいたが顔を失ったようにぼんやり私のところに戻って下駄を直してくれた何だって一人で連れて行ってもらったらいいじゃないかと栄吉が話し込んだけれども お袋が承知しないらしかったなぜ一人ではいけないのか私は実に不思議だった玄関を出ようとすると踊り子は犬の頭をなでていた私が言葉をかけかねたほどによそよそしい風だった顔を上げて私を見る気力もなさそうだった私は一人で活動に行った 女弁士が豆ランプで説明を読んでいたすぐに出て宿へ帰った窓敷きに肘をついていつまでも夜の街を眺めていた暗い街だった遠くから絶えずかすかに太鼓の音が聞こえてくるような気がした訳もなく涙がポタポタ落ちた 出立の朝7時に飯を食っていると英吉が道から私を呼んだ黒紋付きの羽織を着込んでいる私を送るための礼装らしい女たちの姿が見えない私は素早く寂しさを感じた英吉が部屋へ上がってきて言った皆もお送りしたいのですが 昨夜遅く寝て起きられないので失礼させていただきました冬はお待ちしているから是非と申しておりました町は秋の朝風が冷たかった栄吉は途中で敷島四箱と柿とカオールという甲虫清涼剤とを買ってくれた妹の名が 香るですからとかすかに笑いながら言った「船の中でみかんはよくありませんが柿は船酔いにいいくらいですから食べられます」「これをあげましょうか」私は鳥打ち棒を脱いで栄吉の頭にかぶせてやったそしてカバンの中から学校の製棒を出してシワを伸ばしながら 二人で笑った乗船場に近づくと海際にうずくまっている踊り子の姿が私の胸に飛び込んだそばに行くまで彼女はじっとしていた黙って頭を下げた昨夜のままの化粧が私を一層感情的にしたまなじりの紅が 怒っているかのような顔に幼いリりシさを与えていた英吉が言った「他の者も,も来るのか踊り子は頭を振った」「皆まだ寝ているのか踊り子はうなずいた」英吉が船の切符と橋けんとを買いに行った間に私はいろいろ話しかけてみたが 踊り子は掘割りりが海に入るところをじっと見下ろしたまま一言も言わなかった私の言葉が終わらない先終わらない先に何度となくこくりこくりうなずいて見せるだけだったそこへ「おばあさんこの人がいいや」と土方風の男が私に近づいてきた 学生さん東京へ行きなさるだね。あんたを見込んで頼むだがねこのばあさんを東京へ連れて行ってくんねえか。かわいそうなばあさんだ。せがれが蓮大寺の銀山に働いていたんだがね今度の流行性看望ってやつでせがれも嫁も死んじまったんだ。こんな孫が3人も残っちまったんだ。 どうにもしょうがねえからわしらが相談して国へ返してやるところなんだ。国は水戸だがねえばあさん何にもわからねえんだから霊岸島へ着いたら上野の駅へ行く電車に乗せてやってくんな。面倒だろうがなわしらが手を合わして頼みて。まあこのありさを見てやってくれりゃかわいそうだと思いなさるだろう。 ポカンと立っているばあさんの背には血のみごがくくりつけてあった下が3つ上が5つくらいの2人の女の子が左右の手につかまっていた汚い風呂敷包みから大きい握り飯と梅干しとが見えていた五六人の甲府がばあさんをいたわっていた私はばあさんの世話を快く引き受けた 頼みましたぞありがてえわしらが水戸まで送らにゃならねえんだがそうもできねえでななどと甲府たちはそれぞれ私に挨拶したはしけはひどく揺れた踊り子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた私が 縄橋子に捕まろうとして振り返った時「さよなら」を言おうとしたがそれもよしてもういっぺんただうなずいてみせた橋家が帰っていった英吉はさっき私がやったばかりの鳥打ち棒をしきりに振っていたずっと遠ざかってから踊り子が 白いものを振り始めた汽船が下田の海を出て伊豆半島の南端が後ろに消えてゆくまで私は欄干にもたれて沖の大島を一心に眺めていた踊り子に分かれたのは遠い昔であるような気持ちだったばあさんはどうしたかと船室を覗いてみると もう人々が車座に取り囲んでいろいろと慰めているらしかった私は安心してその隣の船室に入った相模灘は波が高かった座っていると時々左右に倒れた船員が小さい金だらいを配って回った私はカバンを枕にして横たわった 頭が空っぽで時間というものを感じなかった涙がポロポロカバンに流れた頬が冷たいのでカバンを裏返しにしたほどだった私の横に少年が寝ていた河津の工場主の息子で入学準備に東京へ行くのだったから 一の聖帽をかぶっている私に好意を感じたらしかった少し話してから彼は言った「何かご不幸でもおありになったのですか?」いいえ今人に別れてきたんです私は非常に素直に言った泣いているのを見られても平気だった 私は何も考えていなかったただすがすがしい満足の中に静かに眠っているようだった海はいつの間に暮れたのかも知らずにいたが網代や熱海には明かりがあった肌が寒く腹がすいた少年が 竹の皮包みを開いてくれた私はそれが人のものであることを忘れたかのようにのり巻きの寿司などを食ったそして少年の学生マントの中に潜り込んだ私はどんなに親切にされてもそれを大変自然に受け入れられるような美しい空虚な気持ちだった 明日の朝早くばあさんを上野駅へ連れていって水戸まで切符を買ってやるのもしごく当たり前のことだと思っていた何もかもが一つに溶け合って感じられた船室のランプが消えてしまった船に積んだ制御と潮のにおいが強くなった 真っ暗な中で少年の体温に温まりながら私は涙を出まかせにしていた頭が澄んだ水になってしまっていてそれがポロポロこぼれその後には何も残らないような甘い心よさだった それではまた次回お楽しみに